こんにちは、渋野日向子ファンの皆様。本日は、渋野日向子選手の最新動向と、この夏の休暇から再スタートを切る彼女の挑戦に焦点を当て、さらに詳細に掘り下げてお伝えします。渋野日向子選手の試合前の準備や彼女がどのように心身のリフレッシュを図り、新たな決意を胸に迎えた今後の試合について、様々な視点から深く分析し、読者の皆さんに多くの興味深い情報を提供いたします。悔しい結果からの再起、渋野日向子の新たな挑戦。まず振り返るべきは、渋野日向子選手が8月の AIG 女子オープンで味わった悔しさです。初日は左股関節から臀部にかけての痛みにより、ISPS ハンダスコットランド女子オープンを途中棄権。翌週の全英女子オープンでは、2日目を終えて通算14オーバー、140位と苦しい展開となり、悔しいという一言だけでは彼女の心情を表しきれないほどの状況でした。週末を待たずしてコースを去ることになった彼女は、間違いなく大きな挫折感を味わったはずです。しかし、そんな挫折から立ち直るために、渋野日向子選手は日本での3週間のオフ期間を有意義に過ごしました。この期間中彼女は練習を継続しつつも、初めての鎌倉で観光と食べ歩きを楽しんだことが報告されています。団子を食べて、かき氷、カレーパンも楽しんだと彼女は語っており、観光の名所である鎌倉でのリフレッシュは彼女にとって非常に貴重な時間だったようです。このリフレッシュが彼女の精神状態に与えるプラスの影響は計り知れません。彼女自身も、もうちょっと休んでも良いかなと冗談を交えながら語っていましたが、その背後には、しっかりとした休養があったからこそ、次の試合に向けて新たなエネルギーを得たことが伺えます。迎える今週の試合、キャディーとの新タッグと武器の調整。3週間のオフを経て、渋野日向子選手はアメリカに戻り、今週のクローガークイーンシティ選手権に挑みます。注目すべきは彼女がキャディーの大和邦一郎氏と新たにタッグを組んで試合に挑む点です。大枠氏との初のコンビは、今後の渋野日向子選手のプレースタイルや戦術にも新しい影響を与えるかもしれません。また、オフの間も渋野日向子選手は、スイングを自分なりに整理しながらやっていたと語り、特にショットの精度向上に力を注いできました。彼女の使用するクラブも調整され、1W と 3W のシャフトをスピーダー NX グリーンからバイオレットに変更しました。この変更について、渋野日向子選手はシャフトの色、コスメが変わっただけと軽く説明していますが、シャフトのフィーリングや感触に何らかの違いを感じた可能性があります。今大会が行われるコースは、14番や15番のパー4で距離が長く、またラフが長い箇所もあるため、フェアウェイをしっかりキープすることが求められます。渋野日向子選手も、パー5でしっかりチャンスをつけられるようにしたいと語り、より精度の高いショットが要求されることを意識しています。ラフに入れないよう安全策を取る一方で、パー5のホールでは積極的にチャンスを狙っていく彼女の戦略が鍵となるでしょう。日本勢の躍進に注目、他の選手との対戦。今回のクローガークイーンシティ選手権には、日本勢から8人が出場します。その中でも、渋野日向子選手が一緒にラウンドを回るのは、シャイアン・ナイト、米国、マデリーン・サグストロム、スウェーデンの2選手です。彼女らとの対戦は、渋野日向子選手にとっても刺激的な戦いとなるでしょう。さらに、畑岡奈紗選手や笹生優花選手が同組で出場し、彼女たちも注目されています。特に畑岡選手と笹生選手は、これまで数々の名勝負を繰り広げてきたトッププレイヤーであり、今回の大会でも見逃せない展開が予想されます。試合への期待とファンの応援。日本のファンからは、渋野日向子選手への期待が高まっています。SNS 上では、明るく元気な姿を楽しみにしています。楽しいプレーをしてほしい。まずは予選通過を願っていますなど、応援の声が多く寄せられています。特に、このところ試合での結果が芳しくない笹生優花選手の復調を期待する声も聞かれ、ファンは日本勢全体の健闘を願っています。渋野日向子選手が、鎌倉でのリフレッシュ効果を生かし、アメリカのコースでどのように力強いプレーを見せてくれるか。彼女の挑戦に注目し、ファンはその全力を尽くす姿に期待を寄せています。まとめ、リフレッシュと挑戦のバランス。この1ヶ月間で、渋野日向子選手は心身ともにリフレッシュし、キャディーとの新たなコンビやクラブの調整を行い、次のステージに向けてしっかりと準備を進めてきました。ファンとしては彼女がその準備の成果を発揮し、トッププレイヤーとして再び輝く姿を見ることが楽しみです。どんな結果になろうとも、渋野日向子選手の挑戦し続ける姿勢は、ファンにとって大きな励ましと感動を与えることでしょう。
今後の彼女の活躍にさらなる期待がかかります。